僕が弟子入りした親方はよく言ってたんですけど、四里四方のうちに美味しいものがあるで、紅葉の時期これみんなすごい綺麗に紅葉するんで、うんうん、紅葉ですよね。そうです、うん、紅葉を眺めながら。秋はこれから秋は月を眺めるから、うん、雪が降ると積もると雪を眺める。で紅葉の時期これみんなすごい綺麗に紅葉するので、うん、紅葉ですよ。そうです、うん、紅葉を眺めながら、うん、四季折々紅葉を立ち上げる。ホタルもすごい、はい、なんか想像できます。じゃあ秋さん、野党、うん、はい、の食べ物がやっぱり美味しい、うん、僕が弟子入りした親方はよく言ってたんですけど、四里四方のうちに美味しいものがある。一里っていうのは4キロですから、はい、まあ、16キロ四方、うん、自分が住んでる周りに一番美味しいものはあるって言ってたんですよ。その通りで、この能登は海のものも山のもの、うん、それから外海もあるし内海もあるし、そうですね、ものすごい豊富な食材があるんですよ。だから、もちろん能登から食材を都会へ持って行ってお料理をするのもいいですけど、都会から能登に来てここでこの辺しかない食材を使って、でここで採れた作られた器を使って食事をしていただくようなこう旅ができるといいんじゃないかなと思います。海鮮もいいですし、魚もいいし、野菜も美味しい、うん、そして器もいい。はい。